炎の花も復讐の果実もいつか枯れ果て腐乱する。ま、それでいいのかもね。それまでの間憎み続けて恨み続けていればいいのだから。マスターとサーヴァントはどこかで終わり方を探さないといけないのかもね。あんたは大丈夫？私がいなくても生きていける？生きていけるとか生意気ね。100年早いわ、このスカタン。なんだ、ゴリラじゃない。いえ、ごめんなさい、ジャンヌ・ダルク様。ゴリラはもっと繊細な生き物でした。あ、ちょっと何よ、その顔。話し合い？その笑顔が不気味だから嫌よ。帰りまーす。うわ、力強っ！悪かった、悪かったから。あんたがいると、あれがめちゃくちゃ複雑そうな表情するんだけど、なんか因縁でもあるの？聖杯をめぐってガチの殺し合いをした？すごい！あの無欲ゴリラが聖杯欲しがる事象なんてあるんだ。ん？なんか湿っぽいと思ったら、なんかあざとい箱物サーヴァントがいるわね。とりあえず、威張るのは都市人口が60万人超えてからにしてくれる？思い出を振り返ることは大切だけど、あんたはそれより前に進む方が好きでしょ？私もそういうあんたが好きなんだから、精一杯やるべきことをやりなさい。そら、行った行った。